リーブアリューシャン航空69便不時期事故とは、1982年2月16日にリーブアリューシャン航空69便がアメリカ合衆国アラスカ州内で不時着した事故である。1982年2月16日、アンカレージ国際空港を離陸したリーブアリューシャン航空69便は、目的地であるキングサーモン空港直前で燃料トラブルにより、 エンジンが2機とも停止。空港手前の氷結した河川に不時着を余儀なくされた。着陸時にエンジンから出火したものの不時着は成功。空港敷地外への不時着で、かつ乗客、乗員39人全員が無事という急の事故となった。川に残された YS-11 は氷が溶ける前に回収されて運用に復帰している。 燃料に混入したわずかな水分が凍結し、生じた微細な氷のかけらが燃料系統内のフィルターを目詰まりさせたため、エンジンに燃料が送られなくなって停止したことによる。通常、氷結防止のためにヒーターが稼働しているが、着陸数分前にスイッチをカットしたところ、陶器のアラスカの低温環境のため一気に凍りついたもの。ありがとうございます。